Google グループは Google の無料サービスの一つで人間のグループが共通の話題について話し合う場を提供する。インターネットユーザーは興味のあるディスカッショングループを見つけ出し Google グループのウェブインターフェースか電子メールを通してスレッド単位の会話に参加できる。また新たなグループを立ち上げることもできる。また Google グループには1981年以降のネットニュースのニュースグループへの投稿のアーカイブもあり、ニュースグループへの投稿と購読も可能である。他のところで立ち上げたメーリングリストのアーカイブを Google グループに設定することもできる。2001年2月、Google はネットニュースの記事のアーカイブにアクセスする検索エンジンを開発していた。 デハニュースを買収した。これにより、新たに開始された Google グループのインターフェースを使って、ネットニュースのニュースグループにアクセスできるようになった。2001年末までに1981年5月11日以降の記事がアーカイブに補填された。1981年から1991年までの初期の投稿は、 トロント大学のヘンリー・スペンサーのアーカイブに基づき、ウェスタン・オンタリオ大学が、グーグルに寄贈したものである。その直後、グーグルは、ネットニュースとは、無関係の新たなグループを作成できる機能を、リリースした。2006年2月、グーグルは、グーグルグループに設定ファイルと投稿評価システムを、追加し、インターフェースを変更した。 Google は2種類のグループを提供している。従来のネットニュースのグループとメーリングリストに類似したネットニュースとは無関係のグループである。Google グループのユーザーインターフェースやヘルプ機構はこれらを区別せず、どちらも Google グループとして扱っている。両者は使用するテクノロジーが異なり、管理手法も異なる。Google グループのユーザーインターフェースは 新たなメーリングリスト型グループを作成できるようにしているが、ネットニュースのグループを新規作成することはできない。ネットニュースは分散型であり、単一の組織が運営しているわけではない。Google 以外の多数の組織がニュースグループへのアクセスを提供しており、一般に NNTP プロトコルを使ってニュースリーダーと呼ばれるソフトウェアを使ってアクセスする。 多くのニュースグループには管理者がいない。Google は X のアーカイブヘッダーを認識しており、このヘッダーが Yes になっているメッセージは7日間だけ保持するようになっている。通常のグループは Google が運営している。これらのグループには Web ブ,ブラウザ経由でアクセスするか、電子メールの形で購読することでアクセスする。ネットニュースのニュースリーダーではアクセスできない。 通常、一人以上のオーナーがいて、グループへの参加条件や参加者以外が閲覧できるか、どうかを決めることができる。これは、他のメーリングリストのプロバイダと同様の運営方式である。Google グループは、他のメーリングリストサーバーで運営されているグループのアーカイブ機能を提供することもできる。Google は、Gmail などのサービスについてのヘルプ機能のための、 公式なグループをいくつか作っている。それらのグループでは対応するサービスについて質疑応答できる。通常はユーザー間でやりとりしているが Google 関係者が回答することもある。Google 関係者のニックネームには関係者であることを示すバッジが付与される。公式グループには以下のようなものがある。Google はまた Google フレンズと Google ページクレアトールアップデーツというメーリングリストを Google グループで運営している。どちらもモデレータだけが投稿できるアナウンス用メーリングリストである。以下のように Google グループとは機能の異なるヘルプフォーラムもある。こちらは日本語版がある。ブリンキーザ・シャークの名で知られていたコリーライザーは Google グループとそのユーザーに非常に批判的な ユースネットインプルーブメントプロジェクトを指導した。このプロジェクトの目的は、ネットニュースへの参加をより良い体験にすることである。このプロジェクトは、Google グ,グ,グループがそのサーバからのスパムの投稿が増大していることを見て見ぬふりをし、いわゆる、教えて、君や、ハンカツの大量流入を引き起こしたとして、非難している。ユースネットインプルーブメントプロジェクトは、 いくつかのニュースリーダーで Google グループのユーザーの投稿をブロックするためのキルファイルの例を提供している。2003年10月16日、ジョン・ワイリーサンズ社は同社の書籍の中身が Google グループ上で公開されダウンロード可能になっていることを発見し公開質問状を Google に送った。2008年4月10日、トルコで法廷の命令により Google グループがブロックされた。ガーディアン紙によれば、反進化論者のアドナン・オクタルが、Google グループによって、名誉を毀損されたと訴えたため、裁判所が、同サービスの禁止を命令した。トルコ政府は他にもいくつかのウェブサイトを、イスラム教の教えに反するという理由でブロックしている。ありがとうございます。